60数年間生きてきて、子供の頃だから夢だったプロ野球選手、昭和50年に近鉄バファローズに入団して、3年でダメならやめてもいい覚悟を持って臨みました。昭和54年55年と近鉄バファローズが優勝できた原動力になれたことが、私の野球人としての、道が開けたように思います。当時西本監督でした。本当に厳しい方で、しかししょっちゅう、励ましの言葉をいただき、優しさを持った、接し方で、なんとか監督のために、頑張ろうという気になりました。この2年間で野球人としての基礎ができたというふうに思い、自信が持てました。もちろんコーチや同僚の、仲間たちっていうんですかね、彼たちの支えもあって頑張ることができたし、何よりもファンの皆さんが応援してくれることが私の、一番大事に思っていた部分です。皆さんの応援がなければここまで頑張れたとも思いません。いろんなプロ野球に入っていろんな人に出会い、いろんな思い出ができ、オールスターゲームや日米野球、しかも日本シリーズと、プロ野球選手にとっては、輝かしい、舞台に出ることができたのも、これもやっぱり皆様の応援があったことだと思います。16年間の現役生活の中で、家族もそうですけど、家族のために頑張ろう、子供たちのためにも頑張ろうという思いで頑張ってきたのは事実です。その間にいろんな人の声援があり、励ましがあり、支えがあった頃こそできたと思いますが、引退した後もテレビ局やラジオ放送局、それからスポーツ新聞等で、野球に携わる仕事ができたのがすごく私にとっては幸せでした。マイクの前でこうして今喋っていること自体が、不思議な感じ、当時は本当に不思議な感じでした。カメラの先には何万人という方が僕の言葉に注目しています。そういう意味では、現役の時に皆さんに与えた感動や、感激を言葉で伝えるっていうのはすごく難しく感じてましたけども、喜んでいただけたことが私の人生にとってはすごく、幸せなことだったと思いますし、放送局や新聞社のスタッフの皆様には本当に感謝しております。現在加圧トレーニングというトレーニングのインストラクターをしております。お客様の健康、若さ、それから病気のしない体づくりのために、頑張ってきました。これからもこの仕事を続けていくつもりです。そのためには自分が元気で なきゃいけないし、皆様にも声かけていただき励まされ、私も皆さんに恩返しするために、これから高齢化社会になりますけども、高齢者が元気に過ごせるような、体づくりを援助していきたいなというふうに考えております。私のモットーは気楽、気さく、気取らず、機嫌よくがモットーです。 4K です。皆さん覚えてください。私の座右の銘、年中無休、常に夢を求めて生きる、これが私の、モットーです。座右の銘です。これからも皆様と共に、歩んでいかなきゃいけないとは思います。お声かけください。見かけたら本当に励ましてください。今日はありがとうございました。